さんこんにちは、まゆです。今日はスイートメロディーの感想をみんなに言いたいなと思ってお話ししようと思ってます。いや本当にあれはやばくて、もうまずビジが見つけたい、とりあえずビジがいい。しかもなんか80年代の感じで映像を作ってるってキスマイのみんなが言ってて、もうおしゃれだし、ほんと何よりも、かっこよくてかっこよくて、ほんとに目が何個あっても足りません。あと、田之森くんがまさか、なんか、あんなでっかいソロがあると思ってなくて、これは藤北がするじゃないですか。でも、田之森くんのあんなでっかいソロが最後にあるなんて。もう、それ見たときに、昔はもう全然歌えなくて、なんか、玉森くんが悪いですけど、めちゃくちゃ上手ってわけではなかったじゃないですか、玉森くんは。だから、なんか、めちゃくちゃ堂々と歌ってて、泣きそうでした。あと、なんだろう。まあ、いろいろ、その、スイートメロディーが出る前に、リップのこととかで、いろいろあって、私自身も、正直発表されてないから、絶対嘘だって、言ったんですけど、落ち込んでて、だから、ああいったランニーの姿が見れたのが、すごく嬉しかったです。うん。なんか、いきなり話変わっちゃうんですけど、私は最近なんかあんま、元気でなくて、どうしようかなって思ってたんですけど、いや、まだ全く正式じゃないんで、わかんないんですけど、青森くんの声っぽいな、みたいな、みんなが、くさの前、マイ、なんだっけ、マイナンとか、そういうやつが、めちゃくちゃ玉森くんの声だって。それが、聞いたときに、本当だって、あれ、本当に映画になってくれた玉森くんだったとしたら、めちゃくちゃ嬉しいし、元気が出ますというか、もう出ちゃってるんですけど。あと、今日玉森くんがインスタに上げてくれた絵を見て、めちゃくちゃ、玉森裕太って本当に何でもできるのって思っちゃって、苦しいです。ちょっとぐらい欠点があってもいいんじゃないかと思うんですけど、ないらしいですね。いやー、本当に、怖くて待ってます。前の、なんか時に、質問もらってて、好きな MV なんですかって言われてて、私は、好きな MV は、運命ガール。いやー、でも運命ガールはめっちゃ可愛いんですけど、シークレットアップがどうしてもさせなくて、正直、なんか、オラオラの玉森裕太がめっちゃ好きなんですよ。なんだろう、前髪上げてるのがすごく好きで、なんか昔それを見て好きになったから余計なんですけど、ビジュは、どこに出しても恥ずかしくないですね。本当に、最高。何回も見ちゃいますね。いやー、でもね、年々、なんかっこよくなってるんで、これからにもっとさらに期待したいと思ってます。おかげさまで登録者数が1000人来ました。ありがとうございます。なんか上げてほしい動画があれば頑張って作るので、もしよかったらコメントください。ほら、ありがとうございました。バイバーイ。